ギブよ。リンギンを食べるための準備が順調なんだろうな。はい、ははい、着々と進めております。そうかそうか、とっても楽しみじゃ。私は一体どうしたらいいんでしょう。それからさらに日々が好き。ああ、結構あれだね。あれ、テルってこんなぽよぽよ好きだっけ。だってご飯美味しいんだもん。そういう兄さんだってかなりぽよぽよだよ。ぽよぽよ。気のせいだよ。二人ともそろそろ食べ頃。私も決断しなければなりませんね。王様、失礼します。例の人間を食べという件ですが。お、準備が整ったか。それが…どうしたギブさん。お、人間は食べない方がいいです。何を言うんじゃギブ。調べてみると人間には毒があり、食べると命に関わるレベルで危険なんだとか。そうか、それは怖いな。では、人間を食べるのは諦めよう。育てていた人間も食用にならぬなら、あとはお前の好きにしていいぞ。あ、王様、意外とあれなのに。では、失礼します。意外とあれなんだねって言うんだ。意外と優しいんだね言って。嘘をついてしまった。しかし、あの子たちを食べられてしまうのは、どうしても耐えられませんでした。しかし、まだ問題は残っています。あの子たちをこれからどうするべきかです。このまま育てるか、催眠魔法を解いて人間の社会に返してあげるべきか。ああ、怖い、セーブ。はい、セーブですよ。いやー、だってさ、こんまま育ててもさ、あれじゃない。いや、でもあれだもんな、元あれだもんね、町からやってきて、幸せの館あるよー言って、あー入ってみよう言って、あー美味しいケーキあるよー言って、あーありがとうで、元々あんたちはここであれだったんだよー言われて、いやー一旦とかないでおこうか。幸せに暮らしてほしいね。でもギブさん大丈夫？よし、決めた。今さらこの子たちを人間の社会に返したところで、あの子たちも困惑するだけでしょう。それに私の元を離れていってしまうのは寂しいですしね。なればこのまま私の手であの子たちを育てましょう。いいのかキブさん、大丈夫か。こうして今までのようにギブは子供たちをお世話することにしました。しかし今までとは違い、ちゃんと健康を考え立派な大人になれるよう育て方も変えていきました。ふふ、お世話係としての気が騒ぎますね。エンド1、幸せの館。ギブさーん、ギブさーん言って、いやー頑張ってるね。誰目線なんだよ。シュネコは一体誰目線で言っているみたいな感じなんですけどね。よし、じゃあですね、一貫いや、このまま行きましょうか。仲間を育てたのね。あれだよ、幸せルンルンルンだよ。いやー、まあ人間の世界に返すか。もう短時間の間にね、二
2つエンディングを見るといういつもと違う形ですけど、よし決めた。やはりこの子たちも本来の人間としての生活があるはずです。ここで暮らしていては、彼らは人間として生きていくことはできなくなってしまうでしょう。こうしてギブは催眠魔法を毒薬を他人に飲ませました。これで人間としての生活があった頃の記憶が戻るはずです。あ、僕たちこんなとこで何してたんだろう。どうしよう、早く帰らないとみんな心配してるよ。その後森に入ったきり行方不明になっていた兄弟が発見されたというニュースが報道されました。彼らが無事生還したことに周囲は喜びました。なあギブさん、きっとこれで良かったんですよね。エンド2、人間として。はい、ということでですね、2つのエンディングを回収いたしましたが、いかがでしたでしょうかということでね。でもまあどちらのエンディングもね、ちゃんとまあハッピーエンドで良かったなと思いますが、いやそれにしても王様が本当に人間をね食べなくてよかったよ。食べなかったよ。ギブさんのね。あ、じゃあ人間毒がありますね。あ、じゃあもう人間食うのは諦めようってね、今言ってくれた王様も、キョビット感謝ですよ。キョビットね。はい。ということで、もしかしたら、今回の動画で言うとあれですね。もしかしたら、リパート分割になってるかもしれませんが、人間を食べたいでした。ということで、もしこの動画少しも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことでした。次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。